ひねった状態で起動して、このまま同時に意識は8人ぐらい。これ野球だとどういう動作とかになるの？これは、まあ、このマルチ自体がまた割り、この間胸さんもそうね、これをやると本当にこの股が割れるんで、股割れて大事なのは野球選手、特に内野手とかやっぱボールって必ず上ばっかりじゃなくてゴロを作る仕事柄、やっぱりゴロを必ず処理することが多いんで、結局こう降りるのか股関節がぐっと曲がった方がほら安定するんですよ、こうやって。だから 今もめちゃくちゃすごいんで、俺やりやすいけど本当に落ちるんですよ、こうやってスッとスッと落ちるから、ここがやっぱこうとかこうきついんですよ、ハムがすっごい。で、日本人ってどっちかというと骨盤が前傾してないから後傾ちょっとしてるんで、やっぱり腰を関節落とさないと届かない。外国人とかは逆に前傾してるんで、ちょっとハムストリング効かせるだけでバンと届くんですよ。日本人と外国人の取り方が違うのはそこなんですよ。あ、なるほど。日本人用でやっぱだこのマルチとかマジで助かるんですよ、内野手に。結構アメリカ人とか外国人選手すごいこう腰高で取るのはそういうことなんですね。彼らは彼らの骨盤の前傾がそういう風に楽な方向で、彼らがこれやってもできないですからね、落ちないから。逆に落ちすぎるから良くないんですけど、僕らはやっぱこういうの大事なんです。だから内野手の練習でこういう練習ずっとさせられるんですよ。これってずっとここがこの体勢でずっといるからものすごい、もちろんここは割れるんだけど、あの筋肉も硬くなりやすいんですよ。そう、ずーっと座ってる感じだから。だけどこのマルチだともう動きながらできるんで、もうすぐ柔らかくなるんですよ。守備のためにやってるのにめっちゃきついのか、気持ちよくやるのかって言ったらちょっとよっぽどいい。確かに気持ちよくてこの柔らかさ、手について突っ込んであげた。手はこれやっぱ昔ね、内野手の守備の練習やつだとね、バーにカニポロ。これをやることによってこのカニさんみたいに動けるわけ、カニみたいになる。内野手は本当にカニが大事だ。内野手はカニになれっていう僕の辞書にあるんです。カニになるといい内野手なんです。こうやって横に行く、カニのように動いてる。これやっぱ状態が連続して動いてるっていうのは大事なんですか？大事ですね。上半身の高める必要ないので、フリーです。ここがね、勝手に動くの。これめっちゃ難しい。これ初めてやった。ここで。うわー、きつっ。ちょっと後ろ足がやっぱり大きさに気をつけて、こっちはもう、そうそう。後ろ足が、後ろが勝負やね。8-2って言った意味が分かりました。8-2何言ってんの？何言ってんの？何言ってんの？何が 8-2 やと思ってた。やれば分かるんだよ。やっぱやってみる人生でこういうもんなんですね。やらないと何も分かんない。昔の人がよく言ってよ、なんか1回やれば100回聞くよりとか、なんか言ってたよ、ことわざがあるんですよ。もう知ってるわ。はい。でこれ やるとその 8-2 の意味が違う。いや、8-2、ほんま 8-2 やと思う。本当にその2が微妙すぎるぐらい2なんです。本当すごい2。おーい。カニ、エビ、次グリグリきます。グリグリは片足からくぐる。あ、すごいすごい。いや、これはすごいよ。これ簡単にやってるけど、絶対これできない。ぐるっ、投げるもん。ああ、そうね、そうね、はい。曲げた時できる結構伸ばってます。はい。で、伸ばしてひねる。うわー、いい。はい。じゃあ最初、カニからかまして、ちょっと。カニ大好きですね。カニね。これね、いや、一回やるとね、本当に、これ、内野手に持ってこいなんですよ。もう、内野手はこれやったらもう、また割れるから。いや、いい。だからね、これさ、やるのはいいね。ここでね、やるの。他のお客さんいるじゃん。この辺で見てる。これめっちゃ恥ずかしい。めっちゃ恥ずかしい。いや、めっちゃ恥ずかしい。こうやって、やるけどさ。40歳や。20歳とかあったらいいわけ。この、見てる人たちがさ、何しやん、こいつって。すっごい恥ずかしい。ちょっと。
でもそれでもゴロ取るためだったら恥ずかしいって言ってられないわけ。ゴロ取るためだもん。仕事なんだからこれが。おじさんの。これ仕事ですから、ね。子供3人養わないといけないんだよ。なんとかせな。お父さん頑張りますね。子供たちのためにね。やっぱ電こう連動できるなんて全身で使えるようになる。あ、そうですね。動きとしてこのマシンでこう上と下が分かれた動きだとプレイするときに下だったら下だけしか動けない。体の使い方がすごい変わると思います。連動した動きっていうのは。そうですね。でもここのジムのいいところは従業員の人たちはみんな上から目線じゃない。それがいい。偉い。本家行ったらとんでもないわ。本家は本家やべえから。これ流せない。釣りそう。すごい。どの辺が釣りそう。いやもうこのここが。ここか。こういうことここいい。なあちゃん。違う。痛みか。いやいやいやなんかね痛みじゃない。なんかね。釣りそうな感じします。いやここがね。ギーって感じ。ああ。全然伸びてる伸びてる。まっすぐ伸ばせばいいです。でもこれを調子こいていこうってちょっとまたやっちゃうから徐々にかすかでも確実に全身なんですよ。くわっ、ああはい、オープンいきますか。うん、ちょっとこれやってから次は。ああ、えげつない。地面を感じてる。スライムになってる。わかる。もうあの足の裏から今まで全部離れてたから僕今ここで立ってるから、ここがベタッとここについてる感じがする。本当に地面が。ゴロ来ても余裕ですから。私40代だからね。もっといいプレーするよ。やっとで。野球は40からって決まってた。それぐらい。